植物の疑問を Q&A 形式で回答していくプランティア Q&A。 今回はおもとの育て方に関して特に多い質問を回答させていただきます。おもとは基地隠しかおもと属の植物でユリ科に分類されることもあります。日本原産の多年草で葉が一年中青々としていることから漢字で万年青と書きます。古くから縁起が良いと言われる植物で引っ越し祝いの贈り物としても知られています。それではよくある質問の一つ目です。土作りや管理場所に関して教えてください。おもとは水はけが良く腐食質の土を好みます。自分で用土作りから行う場合は赤玉土と腐葉土を7対3の割合で混ぜ合わせた用土がおすすめです。用土を自分で用意するのが難しい場合は市販の培養土を利用すると良いでしょう。おもとは日当たりの良い環境を好む反面直射日光に弱い植物です。そのため夏の強い日差しに当たると葉焼けを起こしてしまいます。葉焼けを起こさないように直射日光が当たらない明るい日陰に置きましょう。続いて2つ目のよくある質問です。日々の管理や水やりや肥料の与え方に関して教えてください。春から秋にかけての生育期には用土の表面が乾いたら水を与えましょう。鉢底穴から流れ出るまでたっぷりと水を与えるのがポイントです。休眠期にあたる冬は水やりの頻度を控えます。土の表面が乾いているのを確認してから与えてください。生育期の春と秋に追肥として液体肥料ハイポネックス原液を1000倍から2000倍に希釈して1週間から10日に1回程度の頻度で与えることでより丈夫な株に成長します。また各種ミネラルを配合した植物用活力液リキダスを合わせて与えると肥料の吸収を高め植物に活力を与えてくれます。続いて3つ目のよくある質問です。その他おもとに必要な作業を教えてください。おもとは葉が枯れることの少ない植物です。そのため剪定を行う必要はあまりなく傷んだ下葉を取り除く程度で問題ありません。剪定を行う場合は成長期の3月から4月か10月から11月がおすすめです。生育旺盛なおもとは定期的に植え替えをしないと鉢の中が根でいっぱいになり根詰まりを起こしてしまいます。根詰まりを起こす前に2年に1回を目安に植え替えを行いましょう。植え替えはなるべく3月から4月と9月から10月に行います。最後におもとの育て方の基本情報です。置き場所は日当たりと風通しの良い場所で冬は日当たりの良い室内で、水やりは土の表面が乾燥したらたっぷり与えましょう。病害虫はハダニや貝殻虫が発生する場合があります。見つけたら殺虫剤の活用も。この他にも植物に関するよくある質問にお答えしていきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。